ほらピロ。どうもアルコールチャンネル管理員のピロです。こちらは我が家のポリプテウス水槽です。こんばんは、セナヤノちゃん。今回はですね、こちらのポリプテウスデルフェッチとポリプテウスセネガルに、以前ね、ノーザンバラムンディのアロヘ君にあげた冷凍コオロギをね、ちょっとあげてみようと思います。はい、題してポリプテウスコオロギチャレンジ。まあ昆虫食をあんまりね、あげる人いねえなと思いまして、で今回ちょっとね、昆虫食をねあげていこうと思います。はい、僕に行くなよ。うつ、あ、いたいた、はい。まあ無事に食ってくれますか、結構不安なんですけど、結構ね、もらった冷凍コオロギなんですけど、沈殿するんで、まあポリプテウスももしかしたら口に入るかなと思ったんですよね。まあ浮遊性の餌はあんまり食わないっていうのがね、一般的なんで、ポリプテウスって。はい、今回はね、ちょっと沈殿させて冷凍コオロギをポリプテウスがね食うかどうか実験していこうと思います。はい、じゃ早速ね、やっていきます。はい、ではですね、早速ちょっと冷凍コオロギをねやっていこうと思います。食うかな、ほか、あー沈まねえ。お、奥出て、食うかな、食うかな、食うかな。お、お、来た。お、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 お。あ、食った食った食った。食いましたね、セネガルちゃん。お、落ち着くなよ。落ち着くんじゃねえよ。なんなん、デルフェッチ。なんで今つついた。はい、食いましたね。食うやん食うやん、すごいすごい。もう一個、こうか、いいね。うん、食いましたね、すげえ嬉しい嬉しい。うん、いいっすね。食うかな。お、来た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 。お、食ってる食ってる、セネガル食ってるよ。すごいすごい、食いますね、冷凍コオロギ。いいわ、デルヘッジが反応しねえな。しかもセネガル食ったわ、すごいすごい。冷凍コオロギなんですけど、一個思ったのが、沈殿するからすごいいいっすよね。基本虫ってこうやっぱりこう浮くんで、ね、すごい水面にね、プカ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 浮いてるんで、アルバナはすごい食うんですけど、プリプテルスはやっぱね、こう沈殿する餌がやっぱいいっすからね、絶対。お、また食べる？食うかな。もういんない。お、お、どうかな。デルフェッチが反応しないね。デルフェッチが反応しない。お、来た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 。
探ってますね。探ってるよ。食べる？おおお。あ、セネガル。あの口にだけど食べたね。デルヘッチ食べるかな。デルヘッジは食わねえか。そっか。セネガルは食ったんですけどね。面白いね。やっぱ思考もやっぱあるんすかね。生態によってすごいな。食わなかった。はい、というわけでですね、今回は我が家のポリプテルスたちにね、冷凍コオロギをあげてみました。まあ、結果としましては、まあ、セネガルがね、結構反応をよく食べるんですけど、デルヘッジが全然反応しないと。やっぱ同じポリプテルスとか結構好みが違うのかなと思いましたね。はい。まあだって今回ね、冷凍コオロギをポリプテルスに与えてみたかなっていう話なんですけど、結構そのなんかポリプテルスってあんまりこう脂質が多い餌をね与えすぎちゃうと、まあ、脂肪がかなり溜まりやすくて、ちょっと落ちてしまう原因になるよっていう動画をね結構見たんで、ちょっと栄養面にね配慮してみようかなと思ってね、ちょっと今手元にね、冷凍コオロギがあったんで、試しにあげました。やっぱ沈下性の餌はやっぱいいですよね、ポリプテルス。やっぱ浮遊性の餌は全然うちの子反応しないですけど、やっぱ沈下性の餌はね、ちゃんとこう、パクっていってくれるからいいですね。で、やっぱ昆虫って、すごい高タンパク低カロリーですごい、いいと思います、個人的に。はい。やっぱ脂質がすごい少なくて、そのタンパク質が多いっていう餌なんで、やっぱそこら辺のね栄養バランスがすごいいいなと私は個人的に思います。のでやっぱ普通のもの食べるとですね、こちらをねセット、はい、セットとかのプラスやっぱそういったデビアンもねやっぱ揚げた方がやっぱこれってそのやっぱこう栄養感といいますか、まあ、それにやっぱいいのかなと個人的にやっぱ思いました。はい。どうだった？味は。うまかったかい？まあ、こんな感じでね、今後も配信していこうと思うんでね、よかったら登録と高評価よろしくお願いします。はい。ではね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。